んな竹林の向こうに病院があるって恐ろしいよな。精神科は噂だけど実際のことは何もわからない、昔切った人から考えられるようになった、この竹林の幽霊出るって言うからね。うわ寒いな。寒い、死んじゃう。当然後ろから誰も持ってきてないわけだ、東北新幹線の方に夕日が沈むね。おしっと。赤い懐中電灯置いてきたな。もう戻れない、もう戻るわけにはいかない。そうね、スマホもないわけか、じゃあ、あかりはこれ行こうか、心配だな。多分風だと思うけどね、なんとも。まあ今日木曜日だからあんまり人来ないと思うけどね、多分だけど。飛行機だな。それわかんないや。そうなんだ。足元気をつける。自分で書いたってことは多分ないよな。
この階段すごいな。うん、手を伸ばしてたらここに手をかけて、ああいない、まあ失敗したら大変なことになるね。いらっしゃい。うん、 YouTube で見たやつ。ジョジョかな、北斗の拳かな、オリジナルキャラクターかな。うん、あ、このゴミもなんか見たな。うん、ぶつからないよ。これ落ちたら大変だからな。引っかかるんだよ。あ、これもし通報したとしても警察来ないような気もするけどね。このような形だからね。すごい、どうやって描いた？それか、ここに沿っていくんですよ、ここから下。よく見ると足場がある。あ、また上に、2階にロープを縛り付けて、それを命綱にして伝っていったとか。あ、多分その命綱を自分のベルトに結びつけるとか、手持ちだと頼りねえからな。よっぽど丈夫なワイヤーとか使っていや、ほんと相当本気の覚悟で書いてるって感じがする、うん、あ、あの落書きなんか薄くなったね。人がいるとは思ってないんですけど、うん、あ、これ食べ物や薬運ぶエレベーターだね。人間が乗れないやつ。でもよっぽどの患者を抱え落としてたもん、ね、だから精神科っていう、うん、まあ明らかにこれマンションとかではないわけだ、作りが、はい、
うん、ソ連すごくなったな。うん、楽しそうに書いてる。うん、あの、なんだかちゃんはここに書いてあるね。ん？え、あの左奥。ああ。ベイワックスみたいな。うん、な、確か群馬のキャラクターだったかな、確か。小犬？小犬じゃなくて、誰かな、田中な。こっちも階段なんだね。落ちるのよ。ここから一応外に行けるわけか、屋根の上に。これ何もなさそうだな。隠れ文字みたいな。うん。絶対落ちるな。うん、なんかブラッドメーションみたいになんか基礎って言うのかな。基礎って言うのかな。うん、ここは屋上か。そういうことも言っちゃダメだよ。うん、いや、だっていっぱい書いてあるじゃん。いや、そうだけどさ、あえて呼び上げなくていいよ。うん、品がないからね。うん、一応もうちょっと上品な YouTuber になりたい、なりたいからね。うん、いいんだよ、そういうこと言わなくて。もうちょっと遠回しにさ、ゾウさんとかさ、あれとか、うん、うん、うん、余計なこと言わなくていいんだぞ。家庭の事情は言わなくていいんだぞ。
うん、ああなんか YouTube で見たね、フォローお願いとか書いてある。まあ自分で書いたのか何なのか分からんけどね。なんだかじゃなんかわからないね、この辺も、うん、よく服とかで見る、うん、ダンスあるぞ、医療機器を配置しようと思ったのかな、ここも。うん。なんか、突き落とす機械が出てる。うん。車椅子なわけないだろ。分かってるけど、なんかそんなふうに見えるゲームの見過ぎだよ。落ちるなよ、うん、ここにいてライトとか見てきたら、まあ、ここびっくりだよな、うん、たまにあるけどね、うん、敵か味方かって感じだよ、転ぶな、うん、気をつけろ、アリサのゲームに出てきそうだね、ここ、うん、この病院、うん、だってあの車椅子って迷うとはよく分かんないけど、ね、本当に車椅子のね、なんか登るのかもしれないけど、うん、なんか色的に女子トイレって感じだよね、こっちは男子トイレの色だね、うん、そっちが女子トイレで、うん、あと危ない危ない、気をつけろ、うん、転んだの俺でよかった、うん、女子トイレ、あ、個室が1個だけあったのかな、多分だけど、ああ介護、本当に介護、自由介護、うん、プライバシーがあったの、あ、そこが障害者用で女子トイレはこっちなのかな、はっきりは分かんないけどね、うん、頭打つなって別に打たないか、まあ、老人ホームっていう噂もあるからね、あと屋上だけかな、階段が一番気合い入ってるような気もするな、うん、階段とかある隠れ場所とか、うん、
書いた人の映像をチェックしてんだろうね、こまめに。多分ポート。どこでもドア。うん。どこでもドアね、よかった。どこでもドアでもあそこに書いて開かない。うん。中央の階段だけがなんか屋上に行けるんだね。うん。階段二つもあるのか。三つだよ。これ中央。やっぱなんか区切りがあったってことはなんか病棟が分かれてたっていうか、精神科の濃厚になったのかね。ただ防火扉があると仕切れるからね、建物も、うん、3つとかに、うん、だって同時に本だったら必要ないもんね。うん、もう今後入っていくときはもう、まあ、明かりは必須だな。うん、お、これが有名な一番すごい家。ああ、うわ、これドラクエウォークじゃん。あ、そうなんだ。あ、ドラクエウォークっていうかドラクエに出てくるの。うん。うん、すごいね。わー、すごい。ここが一番凝ってる。うん、ハッピーバレンタイン。バレンタイン、なんかバレンタインってゲームに出てきそう。ほら、うん、これなんかバイオハザード。一周してるしね。うん、なんか敵から送られてくるなんか文字ね。そう、見た？見てない。ああ、誰かに落書きされて、せっかく書いたのに。こっちにも。あ、そこで待ってんな。転んだら大変だ。うわ、ここまで書いてあるぜ。おい、4階だぜ。階段も書いてあるからな、うん、全部すごいね。そう、うん、他に書くところもない。うん、ゴミじゃなかった。ソックス、うん、なんだソックスって。ソックス、うん、なんか一人に違うような気もするが。
よし。走ってるの。前歩く？うん、階段絶対転ぶな、押すなよ、うん、押すでいいよ、いいわけねえだろ死んじゃうの、なんか振りかと思った、振りに答えなくて、何を言ってるんだショーマ冬だよね。冬で春が来ないってことだ。ああそういうことか。うん。あ春が来ない、恋が恋をしない。うん。よし、この向こうの階段を降りてみよう。よく見るとこれ骸骨だったんだな、ちょっと破られてるけど、これも戻ったって書いてあるな、これ本当にわかんないけど、あんな高いところにも。転ばないよな、大丈夫だよな、転ばない、うん、結構あったかいよ、え、あったかかった、うん、1階まだ1階の奥見てないな、このすごいな、物がいっぱい下に落ちてるな、はい、ほとんどなんか文字というかサインというか、はい、そこで待ってるか、物が多いから、あ、大丈夫、これそうか、忍者服部くん、お仕事気をつけろ、いろいろ折ってるぜ、うん、あとなんか飛び出してる、バイオハザード、うん、そっこでちょっとあるしね、もともとここ厨房だったのかな、多分だけど、あーなんか足場が悪い、うん、なるほど、この階段の裏にも、こんな隠し通路があったのか、でまたここトイレかな、うん、違うな、物置か、
乗り越えられる？あさりが1個ってのは頼りないな。なんかちょっと潜るね。なんか落ちたね。中に落とし穴があったら嫌だね。うん。あ、ここなんか破られてるね。いや、電子そう電気を操作するやつ。電気とか水道とか。あ、ここからまた中に入れるぞ。さっきこんな裏口あったっけな。ここ来たことある。うん。あ、ここに来たのか。最初に階段の横だ。それ誰もいなくてよかったな。まあ一人暴走族来たからね。バイクの集団。いや、その暴走族の集団ね、まあ、10人くらいいたわけなんだけど、俺が一言怒鳴ったら全員逃げてったよ。全速力で。なんて言ったと思う？スズメバチの巣があるぞって言って、 あそこだって指さしていった。嘘じゃないからね。大パニック、いやもう味方同士でね、もう押したり踏んだり、いや、本当に行った。あ、なんか、いいのに、ほら、いや、そんなバカみたいなセリフは言わないよ。なんか、あれで見たことある。あの、黒塗りの高級車。ああ。免許持ってんの、ほら。いや、YouTube の変な人ね。ただ、高校は自慢。そんなレベルの低いこと俺が言うわけないじゃないか。逆に転んだ人を助けてあげてるかね。バイクを起こしてあげたりとか。いやでも見た目はね、なんか本当ドラマに出てきそうなヤンキーだったけどね、うん、結構礼儀正しかったよ。すいませんとか。ありがとうございます。そうなんだよ。スーツ着たりとかね、真面目そうなやつに限ってとかね、うん、この階段まだ見てないやつなんだよね。こっから上は行ったかな多分、うん、あ、見たとこだな。そこはどいて顔が映っちゃう、うん、降りていい、降りるとこまで。アルミに匹敵する危険だったで、割れながら。そこでまあ奇妙な友情が生まれるわけだから、もう絶対トラブルにならないわけだ。いやー、先生のスズメバチの巣は危ないね。死んじゃうかもしれない。全滅しちゃうからね。こんな時同じ人間同士で争ってちゃう意味ないからね。
死ぬね。ああこれ危ないね。防火水槽か、うん、何だろう。トイレの下水かもね。すごいね。もうちょっとで完成だったの。直前でやめたんだもん。相当金かかったろうね。うん、昔はなんか機械も残ってたらしいよ。ああ。何の機械？まあそこまでわかんないな。あそこにどうやって書いたんだろう。木を登った？だね。木を登ったらを踏み台にして。万が一崩れたら大変なことになるけどな。じゃあこんなこと言って。うん。折れそう。あと。まあ、今はこう木とかさ草とかすごいけどさ、うん、昔は何もなかったんだろうね。あ、こっちは結構最近。いや最近はね、この木がこれだけ入るってことはやっぱ20年とかは経ってると思うぜ、うん、最初は何もなくたって10年20年と経過するとこうなっちゃうよ、うん、最近この絵描いてる。さらにこれスズメバチが出たって言ってパニックを起こしたことが3回ぐらいあるからな、うん、覚えてるだけで、うん、こことホワイトハウスと地蔵旅館だったかな、うん、1回刺されたことある？いや3回ぐらい。ああよく死なない。いやもうやばいと思うよ。次ねえかもしんねえ。それ。アロハ？ん？違うか。アコ？アコレ？わかんないな。アコネ？ではないな。多分だけど。誰かは文字を消したかもしれないけど。免疫ができて、アナフィラキシーショックとか起こるんだ。1回だよ。1回？うん、1回で免疫ができるから2回目でがすごく危ないって言われてる。ああ、3回目だ。3回目さらに危ない。ああ、だから俺とっくにやばい状態なんだって。ああ、4回で4と眠れる。え？4回で4。いや、いつ死んでもおかしくないからこれじゃあ。そうだったね。四つ葉のクローバーとかあるし、うん、復讐って言うのがいい。あのことは四つあるから、うん、あれどっちから来たか分かんなくなったな、うん、これ最初の入り口と違うよな。すごい気をつけてる。え、当たり前だろう。気をつけるっていうか、まあどんなに気をつけても防げない場合があるからね。 あの時の暴走族だと俺が言わなきゃ、あのバイクの音に反応して襲撃されてただろうに。いや、その時は大丈夫。でも地蔵温泉旅館行った時は本当に刺された。木の枝に気をつけろ。え、こっちおいで。え、うん、大丈夫か。木の枝気をつけろ。え、これ、うん、しゃがんでかすった。今頭かすった。かすってない。かすってないか。一人ずつ行くぞ。あ、また東北新幹線来たんだ。うん、
穴が終わる。うん、蓋にもなんかついてるね、うん、気をつけて。ここにも落書きか。もう書くとこないの。うん、ゆっくりな、そうって絶対に急ぐな。納豆の殻忘れてる。なんかすごい音だよね。そう、ガシャンガシャンって。いつかのうち、いつかのうち村の子だ。あれ？これあの冷蔵庫か？え？ほら、ここ通る3回目だぜ。うん、通り過ぎちゃったな。ほら、いかん、迷っちまったな。完全真っ暗だからな。俺外とか山では迷わないけど、建物って苦手なんだよ。あ、景色同じに見える。ここ隠れなんだ。隠れ文字。何が？ここじゃない、綺麗。うん、ここだな。で、まっすぐ行って左だ。え、右じゃない？え？何が？まっすぐ行って左だろ。え？あ、どういうこと？なんか足跡が続いてるね。ちょっと行ってみよう。寒い。大丈夫か、もう一回。何の足跡だろうな。車が起こってくるの。あー寒いよ。よし、じゃあ戻ろうか。ここにもなんかある？え？いや、わかんない。もっと奥行かないと、うん、あ、フェンスだな、向こう、うん、なんでここ、こんな通り道ある？多分反対側かけるやつがいるんだ。こっちじゃなくて、うん、多分な、結構来るのか、反対側から。いや、前は反対側フェンスがあって来れなかったけど、うん、ただあのフェンスを通ると一番近いけどね、うん、歩く距離は短くて済むけどさ、ただフェンスの高さが 4,5 メートルあるからさ、うん、絶対越えられないけど。誰かいたりしてた。なんか福祉学校ね。
まあ絶対違うとは言い切れんの。可能性はあるよね。うん、ただまあ学校だったら途中で牽制中止だなかなかないからね、うん、まあ絶対とは言い切れんが、なんか支援の学校も、うん、そうだ、この道ちょっと綺麗になってるな。うん、誰かが手入れしてる。だって前来た時台風でこの辺みんな水没したんだ。ああ。で川になったわけだから、うん、もう流れてきたゴミとか木の枝とかすごかったもん。うん、車で来たのもいるしね、うん、誰が片付けたんだろうか。やっぱこの道も綺麗だしね、うん、不法侵入者だけでここまで虫が綺麗になるものだろうか。やらんて誰か草刈ってるのかもね。うん、だって草枯らしでなんか刈りちゃう。うん、除草剤とか、うん、それによっぽど人通りが激しい。うん、うん、それ出口に警察いないといいな。いないよ。歩くとみんな臭くてパトカーで待機してたりとか、うん、そしたらもう竹林を突っ切るしかないけどな、うん、また警察が来るまでじっと隠れてるか、うん、もうすぐそこが道路だ。ちょっと持久戦をするとふーちゃん投資するかもしれないけど、うん、すでにもう投資してたの。ルルルとか言ってね。あるからね、うん、東北新幹線来たね。そっちに。ソーラーパネル買ったのか。ああ、廃墟病院の敷地に。で、ここはアルソック。本当に？うん。すぐ横、俺が立ち歩いてたあたり。ああ。なんだろう。車止まってる？え？車はないけど、なんかスーパーハウスとか小屋とかいろいろあるね。畑かな。